皆さんこんにちは、わーわーアナウンサーの渋沢若菜です。今日は10月30日から配信が決定している鳥山祐二ハッピーシックスティのチケット購入方法についてご紹介したいと思います。もう私もとっても楽しみにしているコンサートなんですけども、どんなコンサートかとまず言いますと、80年代初めから日本の音楽シーンを支えてきているギタリストでもありアレンジャー、そしてプロデューサーの鳥山祐二さんがこの度60歳を迎えられたということで、おめでとうございます。その還暦を祝ってハッピーシックスティというタイトルのコンサートなんですね。でこのコンサート実は3月に予定されていて、チケットも完売していたんですけれども、この新型コロナの影響で一度延期となって、今回満を持してオンライン配信が実現しました。おめでとうございます。しかもこのオンライン配信といえども映像がすごい、なんと29台のカメラ、しかもドローンを使って撮影しているということで、私もとっても楽しみなんですけれども、鳥山祐二さんの還暦を祝ってということもあり、出演アーティストの皆さんもすっごく豪華なんです。中でも私が大注目なのが鳥山祐二さんと葉加瀬太郎さんと松任谷由実さんによる共演。この共演は史上初ということで、ここでしか見られない夢のコラボレーションになっています。しかも披露している曲が何だと思いますか？あの名曲、優しさに包まれたならなんです。もう早く聞きたいですよね。隅から隅まで鳥山祐二さんの音楽愛に溢れている、そんなスペシャルコンサートになっています。では早速チケットの購入方法に行ってみましょう。今回はストリーミングプラスで購入してみようと思います。ではまず鳥山祐二 E プラスで検索してください。そうすると一番上に出てくるこの E プラスのサイトにアクセスします。でこの E プラスのホームページを見てみますと、一番最初に鳥山祐二ハッピーシックスティストリーミングプラスがありました。これを押してください。そうすると下の方に視聴券受付と事前配送パンフレット付き視聴券受付、この2種類があります。私結構パンフレットを集めているタイプなので、今回はもちろんパンフレット付き視聴券受付、こちらにします。でここをクリックすると必ずお読みくださいという画面が出てきます。まず通信速度の確認ということで、動画を再生しますと80秒ぐらいの動画が流れるので、これを確認してください。もし途中で止まってしまったりなどという方は、インターネット環境を確認してくださいね。でこれがしっかりと見終わったのを確認したら、下の方に行ってチケット購入から視聴までの流れ、そして配信サービス視聴推奨環境、あとは安全対策についてだったり通信環境、その他のご注意事項が書いてありますので、しっかりと読んでいただいたら各種注意事項に同意しますにチェックを入れてください。そして申し込みへをクリック、次へ進みます。はい、そうすると視聴券受付の画面が出てきました。で内容を確認して問題がなければ下の方に行って申し込み内容を選択します。で枚数を選んでいただくんですが、ここは1枚ずつのようですね。なので1枚を選んでいただき、ログイン画面に進みたいのですが、 E プラスのご利用が初めてという方は、この初めてご利用の方はこちらをクリックしてください。 E プラスサービスガイドチケット購入の流れに沿って会員登録をしていただきたいんですけれども、詳しい方法はこの動画がありますので確認してください。で登録が済みましたらログイン画面へに進みましょう。すでに E プラスの会員の方はログイン画面へをクリックして、ここで ID とパスワードを入力してログインしてください。支払い方法と受け取り方法の画面が出てきたので、まずは受け取り方法、今回は QR チケットのみなのでこちらをクリック、そして支払い方法はクレジットカードとコンビニ ATM、 あとはネットバンキングがあるのでこちら好きなものをチェックしてください。で選択し終わったら次へを押してください。視聴券受付の内容確認の画面が出てきたので、ここをしっかり内容確認を
していただいて、でパンフレット付きをご購入の方は住所を記入する欄が出てきているので、こちらの質問に答えてください。で全てが OK となりましたら、同意して購入をクリックして、購入が完了となります。確定後の中止だったり変更、そして取り消しはできないので、最後しっかりと確認して購入画面に進んでください。登録したメールアドレスに視聴方法のご案内が届きました。あとは当日このメールに書いてある URL から視聴サイトにアクセスして動画を楽しむだけです。それでは皆さん、鳥山祐二ハッピー60、一緒に楽しみましょうね。